ザ。こんにちは。豊さん、まずは、はい、もう報道でもされているように、はいはい、ね、私たちの YouTube 仲間の片岡敦史さんがコロナに。そうだね。はい。なんかいろいろ動画で気をつけろとか、やっぱこの時期にとか言いながら、なんかこう、片岡がなっちゃってね、YouTube 仲間の。で、感染経路とかは全くちょっと聞いてないし分からないんだけど、はい、まあまあ、これはもう、かかるのはしょうがないからね。まあ、そうですね、かかってしまうのはしょうがない、ね。でも、どうかだ気をつけろって言いながら、YouTube 仲間が、まあこうなったっていうのは、なんとも忍びないというか、まあ、藤波選手とかね、金子選手のことがあっただけに。まあそうだね。だからまあ、うん、まあ申し訳ないって言ったら変だけども、うん、もう早く、うん、治ってほしいと思うし、あと、まあ連絡もちょこちょこ取ってて、まあ電話で話すことはできないんだけど、はい、ちょこちょこ取ってて、日に日には良くなってると。だけど急激な変化があまりないんで、今のところはね。よくはなってるけど、急激に良くなってるっていうことじゃなくて、やっぱコロナにいろいろ、まあ軽症の人もいれば、重度の人もいるし、まあ人それぞれ様々なんだよね。うん。うん、だけど、まあちょっとずつでも良くなってるっていうふうな連絡はもらってるので、まあ皆さんもちょっと応援してほしいなというふうに、まあ思います。そうですよね。はい。片岡さん、どういった症状から始まっ最初ね、症状はね、電話で話した時に、ちょっと熱っぽくて、ちょっと咳が出るっていうような話で、で、その空咳かっていうと、まあちょっと痰が絡んでとかの咳もあるじゃない。で、空咳みたいな感じかって言ったら、じゃあそれもわかんないんですよねっていうような話で、でも微熱があるんだったら病院行った方がいいよっていうことで、まあちょっと行ってもらったんだけど、まあちょっと行きますわっつって。まあなんかそのまま入院になって、で、その時点で肺にちょっと影があるということが見つかったんで、まあ PCR 検査、あれを受ける前にちょっと肺炎があるということで、翌日かな。で、病院を移して、で、その検査をしたんだけど、まあその時に、まあコロナに感染してるということで、まあ今、入院生活が続いてるけどね。じゃあ症状としては、こう PCR 検査で陽性になってから、一気にちょっと悪くなっていったっていう。まあそうだね。味覚とかね、そういうことはね、まあ確かに、なんか匂いを感じないとは言ってたね。まあ味っていうのは、そうでもなかったみたいなんだけど、なんか匂い、嗅覚みたいな感じは、ちょっと失われてたというかね。だから初日なんかはちょっと電話で話をしたりとか、するぐらいの元気はあったんだけど、でまあそれからやっぱこう動画を見て、もらっての通りちょっと、はい、言葉が出にくいというかね、まあ息が続かないというか、まあそういう状態になってるので、まあ無理もできないなと思ってね、LINE でちょっとやり取りをさせてもらってるんだけども、まあまあ良くなって帰ってきた時にはちょっとドヤつけてやらないかなと思って、はい、もうまあそうですね、いや本当本当、もうね皆さんにご報告と、やっぱコロナの怖さっていうのをすごく片岡は感じたと思うんだよね。うん、だからまだまだそのみんな軽く見てるのかも、見てる人たちもいると思うけど、やっぱりこう大変な事態になるよという自分自身がね、まあそれとコロナはもうみんななんかもう隣にいるみたいな感覚で、まあ用心はした方がいいね。そうですよね。はい。あと私たちね、豊さんや出演者含め大丈夫ですかっていう心配のメッセージ。ああそうだね。ツイッターでも上げたように、うん、実は片岡さんとも接触、関節も濃厚もなかったっていう、うん、まあすごくメッセージありがたいよね、皆さんのあったかいしね、大丈夫ですかっていう心配のメッセージをたくさんいただきましたけども、我々接触してないんで彼とは、はい、だからまあ不幸中の幸いというかね、はい、まあまあみんな元気にしてます。はい、そうですね。でも本当に私たちの近くにあるっていうことは、やっぱりもう確実にね、本当に、うん、時間として身をもって分かったので、本当に引き続きこう、ね、今後も注意していかないとなって。まあ本当ね。でもどこで感染するかって本当分からないからさ、はい、本当は気をつけた方がいいよね。本当そうですね。はい。まあ皆さんも気をつけてください、本当にね。はい。はい。